おはようございます、星野瑠璃です。2020年有馬記念のデータ分析予想ということで、いよいよ大一番の有馬記念の時期となりました。2016年から私は YouTube で予想動画、競馬の予想動画を配信しているんですけど、毎年有馬記念で結構な額の勝負をしていますが、今のところは YouTube の有馬記念の予想を始めてからは4戦2勝となっています。で、勝った時の金額が結構大きいので、回収率でいうと余裕のプラスになっているんですが、今年も当てて的中率もアップさせたいと思っております。もちろん今年も勝負しますので、しっかりと分析していきたいと思います。この動画ではデータを中心にじゃんじゃんと紹介していきます。有馬記念はたくさんデータがありますので、いつもより動画は長くなるかもしれませんが、最後までしっかりと見てください。それではデータを紹介していきたいと思います。まずデータその1、ジャパンカップ組。有馬記念の主要ローテは前走ジャパンカップとなります。去年はこのデータ馬券に絡みませんでしたが、それまでは毎年ジャパンカップ組が馬券に絡んでいました。今年登録しているジャパンカップ組はカレンブーケドール、ワールドプレミア、ミッキースワロー、奇跡、ユーキャンスマイル、クレッシェンドラブ、トーラスジミニの7頭となっています。近年はジャパンカップで5着以内だった馬が馬券に絡みやすくなってますので、4着だったカレンブーケドールには注目です。続いてデータその2、天皇賞秋から直行組。ジャパンカップ組が強いんですが、天皇賞秋からの直行組の成績というのはあまり良くありません。過去10年で見てみると13頭が出走して馬券に絡んだのは13頭中2頭だけとなっています。ただここ2年はレイレオロとサートゥルナーリアが連続で馬券に絡んでいます。今年のこのデータの該当馬はクロノジェネシス、ブラストワンピース、フィエルマンの3頭となっています。続いてデータその3、秋3走目。有馬記念が休み明け3走目になる馬が馬券によく絡みます。2011年から毎年2頭以上馬券に絡んでいます。で、近年の強い馬は、レースをたくさん使わないという傾向にありますが、有馬記念ではある程度使ってきた馬の方がいいのかもしれません。基本的に有馬記念に出走する馬は3走目になるので、有力馬で2走目になる馬というのはラッキーライラック、フィエールマン、ブラストワンピース、クロノジェネシス、ワールドプレミア、オーソリティの6頭になります。データ通りならこちらの有力馬は危険な人気馬になってしまうかもしれません。続いてデータその4、有馬記念優勝馬。この表は過去の有馬記念優勝馬の一覧になっているんですが、有馬記念が G1 初制覇となる馬は少なくなっていて、基本的にはG1 勝ち馬が勝つというのが有馬記念です。2000年以降の過去20年で見てみても、 G1 未勝利馬は4頭しかいません。で、今年の有力馬で G1 未勝利馬はカレンブーケドールとオーソリティあたりになります。続いてデータその5、当年の宝塚記念の勝ち馬。こちらがその年の宝塚記念を勝った馬の有馬記念成績となっています。2000年以降で13頭が出走して
馬券に絡んだのは13頭中7頭と、まあ、そこそこいい成績です。で、馬券に絡んだ馬の名前を、まあ、見れば分かる通り、まあ、かなりの名馬ばかりとなっています。で、今年はクロノジェネシスが宝塚記念を勝ちましたが、全12戦中11戦で3着以内の馬で G1 を2つ勝っている馬なだけに、まあ、過去の名馬と同等の扱いをしてもいいと思います。続いてデータその6、外国人騎手。有馬記念は圧倒的に外国人騎手が強くなっていて、2010年から10年連続で馬券に絡んでいます。2002年以降の18年間で見てみても馬券に絡まなかった年は2回しかありません。で、今年は短期免許の外国人騎手はいませんので、ルメール騎手とデムーロ騎手に期待するということになります。で、ルメール騎手はフィエルマンで、デムーロ騎手はラブズオンリーユーで登録されています。で、特にルメール騎手は有馬記念で6回も馬券に絡んでいる騎手なので注目です。続いてデータその7、3歳馬。有馬記念での3歳馬の活躍というのはすごくって、実績が足りなさそうな馬でも馬券に絡んでいます。過去10年中8年で馬券に絡んでいるだけに、まあ、今年も無視はできません。で、3歳馬のポイントとしては勝利数です。去年のワールドプレミア以外は4勝以上していた馬なので、まあ、基本的に3勝以下の3歳馬は評価を下げます。で、今年登録している3歳馬はオーソリティ、バビット、ディープボンド、ブラックホールの4頭となっています。で、オーソリティとバビットは4勝しているんですが、他の2頭は2勝馬となっています。続いてデータその8、牝馬。こちらが過去20年で馬券に絡んだ牝馬の一覧です。やはり馬券に絡んだ馬は名馬ばかりとなっていて、全馬 G1 を勝っていた馬でした。今年登録している牝馬はラッキーライラック、クロノジェネシス、カレンブーケドール、サラキア、ラブズオンリーユーの5頭となっています。5頭とも出走してくれば、おそらく有馬記念史上最多になるかもしれません。しかも5頭とも馬券内に入ってもおかしくない実績と、まあ、能力があるだけに、まあ、かなり珍しい有馬記念となります。 G1 勝ち馬のラッキーライラック、クロノジェネシス、ラブズオンリーユーの3頭には特に注目です。で、カレンブーケドールは G1 を勝っていないけどジャパンカップ2着という実績があるだけに、まあ、軽視はしない方がいいかもしれません。ということで、まあ、ちょっとたくさんデータを紹介して長くなりましたが、ここからはまとめに入っていきたいと思います。と、今年の有馬記念のファン投票1位はクロノジェネシスになりました。と、こちらがファン投票1位の馬の成績になっています。過去10年で9頭出走して、9頭中6頭が馬券に絡んでいます。で、過去20年で見てみても17頭が出走して、17頭中11頭が馬券に絡んでいるので、まあ、基本的にファンの期待に応えているということが分かります。そして有馬記念といえば一番人気が強いレースでもあります。こちらが過去の有馬記念で3着以内に入った馬の人気が書いてあります。過去20年で一番人気が馬券外だったのは5回しかなくって、10勝2着4回3着1回と馬券に絡む時はほとんどが連帯しています。で、今年の G1 の一番人気の強さというのを考えても、
有馬記念は一番人気を買えば良さそうです。でその一番人気になりそうなのが、まあ、おそらくクロノジェネシスだと思います。で馬場適性の差が出てたとはいえ、宝塚記念での強さは、まあ、去年のリスグラシュを思わせる強さなので、中山コースは初めてになるんですが、全く問題なく対応できると思います。で調教も順調でかなり動きもいいので調子は良さそうです。そしてルメール騎手交換で一番人気になる可能性があるのがフィエールマンです。前走の天皇賞秋はクロノジェネシスに勝っているだけに可能性はあるかなと思います。去年の有馬記念は凱旋門賞帰りでベストな臨戦過程ではなかったけど4着と見せ場を作る走りでした。この馬のポイントはレース間隔が狭くなることです。中間の調整過程は馬なりとはいえかなり乗り込んでいて動きもいいので、もしかしたら体質が強化されてきたのかもしれません。なので最終追い切りの動きというのは要チェックです。まだまだ有力馬はたくさんいて、で今年はちょっと有力馬が多すぎてちょっと人気が割れて配当妙味がありそうだなと思いますので、まあ、これからまだあと1週間ありますので時間が、時間をかけてしっかりと分析して、まあ、今年も的中を目指していきたいと思います。それではこんな感じで2020年有馬記念のデータ分析予想こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。